そろそろみんなを呼ぶか。畑。呼んでいい？みんな。呼んできますね。ガー！さあ皆さん目をつぶってください。前の人の肩をこう持って。目つぶったままね。はい、でこっちです。どうぞ。やだ。先頭。なんでうるさい。後ろがうるさい。そのまま。やだ、先頭やだな。あ、ちなみに大地さんは知ってます。おい、言うな。言うな。はい。で、そのままちょっと横に展開してもらって。どっちですか。で、せーので右側を見てください。右側。はい。いきますよ。はい。せーの。うわみんなすいません。ファミリーマートのパン全部買ってしまいました。うわ、あ、ファミリーマートだけです。こんなにある？94、メインの企画でちょっと僕ちまちま一口ずつ食べてしまったんですけども、一切口もつけてません。全く手つけないんですけど、包丁とかで切ってちょっとつまんでやるだけなので大丈夫です。何ら問題ないです。どういうことですか？え、食べろっていうこと？いや、まだそうとは言ってない。一応その口ついてないよっていう、その衛生的なね、いう状態の上で今回お願いしたことは食べてください。でしょうね。これ何したんですか？全部混ぜて食ってみた。パンを？気になるな、どんな味か。何味だったんですか？それちょっとメニューなんで、ぜひ。あとランキングをつけた自分で。お、1位どれだったんですか？めんちゃんでも。まあ、ただ今日食わなくてもいい場であるよね、ものによっては。お惣菜系は多分今日がいいんだろうけど、開けてはあるものの菓子パンはしばらく持つ気はする。確かに。あと冷凍って手段があるからね。なるほどね。一旦好きなの食べてみていい？待って、おじさんもう我慢できなくなっちゃって。ああ、どっか行っちゃう。まあこれでも取り合いだよね、正直ね。まあそうね、最初取り合いでいいの？おー、いいね。もう食べてみよう。いいんじゃない？お惣菜がいいの？うまい。メロンパンめっちゃ好きだからさ、行っちゃうよ。行きましょう、はい、いただきます。うまい。いや、よし。これがうまいんすよ。デブやな。いや、違う。デブだけど、今日だけは言わして。これ本当にうまっ。一番うまい。これ一番うまい。ファミマはね、メロンパンがめちゃめちゃうまいんすよ。特にね。じゃあ俺ももう一個メロンパン。なるほど、二人ともいい線いってますね。ちなみにメロンパン俺ランクインしてます。あ、おお。やばい、本当にすまん。お前、なんで進まないんだ。ちょっと様子見てました。あれ、先に食いたいの食べないとこがいいよ。確かに。じゃあ、カレーパン。それカレーパンじゃねえし。ラー油パン。ラー油メンチパン。これもうまいよ。これはランクインは？これ入っていません。あー、いただきます。いや、まず気をつけろみんな。これお惣菜パン先に食うと後々苦しむことになるぞ。うん、あ、まあ、逆にきついの。これ交互にうちメロンパン、メロン電子。これダメなやつだ。ん？これ危ない。ちょい。これダメ。これ依存症があるわ。え、それまだ残ってます？これある。トイ、ダメだよ、ダメじゃ。これ危ない。うまっ。ちょい、お前、時計変だぞ。いや、これめっちゃいいじゃん。時計変だよ。何それ。色ついてないけど。そう。シンデレラに憧れすぎた。しゃれてるでしょ、これ。これプールに落としたらなくなっちゃうね。なく、わかんないですね。もう俺、猫食いましたよ。俺も。すごいな、おい。俺も、これうまかったな。これさては余裕か。理想は持ち帰んないがいいですよね。ね、一回本気出してみる。一回本気出そうか。え、でかい。確かに久々っすね。次これかな、これ。あ、メロンパン大好き。なんか揚げ物食べたいみたいな。揚げ物とパン食べたいみたいな。なんかごもったりも。俺あんまお惣菜パン買わないんだよね。甘いのはずか。なんかパンイコール甘いのっていう勝手なあれなんで。真逆。え、待って、何これ？それミートソース&コロッケパンです。絶対甘いし。え、待って、これ、うまそうでしょ、これ。毒で？これやばい、甘い。おい、かからっと。勝負だ。俺と勝負だ。言われてますよ。やりますよ。やるか。おやりますよ。じゃ、このクロワッサン。はい。5個あるからさ、はい、1個ずつ食べてって、はい、ね、どっちが多く食べれるか。先に3つ食えば勝ちだから。お前3回チューブ同会だ。おっ、もう1人チーズで。これ食べてから。食べ始まるか。じゃあ用意。ジャッジ。うまい。大志くん早食い強いからな。あ、やばいな。うん、これやばい。
うわぁ、まあまあ、やっぱベジータすごいベジータそれいいんだったら3個目手かけりゃいい確かになくなってからなくなってセーラベジータそれなくなった方がこれに手つけられるいいんじゃない、うんああ、よしあ、やばいおーおーどんまいどれ食わせたいえぐい抜けまあ、待って、そこ見ない、見ないほんほんほんあーうわーやばいね大地くん、次俺とやりましょうやんねえもうやるだけ、やるだけ損なのもうどれ、どれ、これ絶対やだよ、ほんの次、ご飯来たよ、ご飯ご飯来た来たよお父さんお父さんおじいちゃんあ、やばい待って、待って、まで来たおじいちゃんおパンツはどうじゃかぶせちゃう知らん、知らん減ってんの、これでもなんか、ビニールがめっちゃ見えてきてうんビニールなくしてみようぜこれでかいぞ意外と、なんか結構なんか減ってるやべ、序盤、お前メロンパンばっかりだなってくるからツッコミもらうためだけにメロンパン食べる俺だわえ俺も美味しそうじゃないですか、ヨーレ君が食おうとしてるやつただそのお腹空いてる時に食べるやつじゃないみたいなへぇ、構えて食べたいケーキ俺食べてないですあ、これ誰も食べてないのかそう、誰も食べてないあれ、ミートパンあれ、ミートパンはもっちーがあれあれあれ、ミートあれあれマジで、マジであの、アミアミのやつですよねそうあれ気になってたんだよなえ、待って、本当に今ヨーレ君の話してるうちになくなっちゃったえ、マジで俺も知らないえ、誰誰え、大地くんえ、いやいや、本当に食べてないのガチガチガチでわかんないっすえガチで取った人は一人しかいない誰え、マジで誰ガチ誰え、ちょっと怒る俺もそんなに余裕ないよ余裕だってこれ食べちゃいます食べるけど、これもそれは食べるマドンさんは普通に俺、何やってる俺今何食べてたっけちょっとでかい口が、匂いわかる匂い、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 匂いミートの匂いはーいこいつだわバカバカ、バカミート癖やふざけんなちょっと食ったちょっと食ったうまかったバカうまいさーっと取ってはい次のはないかと思うよいかないよ。いやだよ。あとなんか怪我もおもろいなんか。引き笑い。引き笑いじゃなくてどうやってみんな笑ってんのって。そうそうそう一緒ですよね。息吐きながら笑ってんのかみんなは。うん。そうそう。でも時々引いちゃうね。時々引く時はつけてでも。なんかケンスケの笑いってなくないですか。ケンスケは確かに笑わないで出るよ。俺笑ったことない。確かになんかハッ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 っていうあの普通の俺見たことない。確かに確かに誰か笑わせてあげてよ。さあ行け。ベジータ。ミスター。隣だ。ミスターお前は一発で。ベジータ。何やるか。お前今一物に倒ろうとした。でもケンスケが笑ってるところ見たくね。ケンスケ爆笑してるの見たことないかも。確かに。ケンスケ笑うけどすぐ引くタイプだな。ああ。パンパンって。うん。え、マジで思い出せん。マジで思い出せん。なんか笑いすぎて止まんなくなったのかそう。はじめさんとかはなんか笑ってるのを思い出せるじゃん。わははは。そう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 。思い浮かぶの。ケンスケはない。大地くんもわかる。もう笑ってる。一回ケンスケの足とかにあのブラジリアンワックスあってビャーバックやって本気で笑ってる。そういう悪いことしてる時一番笑ってる。最後かもね。まあ継続しやすいね引き笑いの方が。ああそうそうそう。エンジンみたいな。はいはい。チャンネルチャンネル。すげえよ。危ない危ない。汗が出てきた。苦しくなったらこっち側に来る。うまいな。いやうまいね。うまい。うまいです。うめえ。全然食ってねえな。食ってる。見せて。食ってる。見せて。見せて。食べてるとこ見たい。あんただって食べてないでしょ。あんただ。罰ゲーム。夫婦な。
じゃあこれ食べたら食べてくれる？俺が指さすから。お願いお願い、そういう約束をして。いや、これ食べて、だから一緒にもう一個食べるならいいけど。だって、ま、食べてほしい、またぞに。おおお、はい。助かる。うわ、お腹いっぱい。こっからよね。こっから、どうしていいか。ここまでもう。さあ、今日あれ挑戦はどうだった？もらった？出してるの？いや、まだもらえなくて。あら、まだ今作ってる最中。多分強制をつけなきゃいけないんですけど、今何回目？これもう10はやってるっすね。10回と、なんか10回やったんですけど、毎回チャレンジ失敗してて、途中でなくしたんですよ、強制。なんで？器具が、今の装置が、その飯を食うときに一回外さなきゃいけないんですよ、うん、で、その毎回注意してるんですけど、外してどっか行っちゃったりとか、そのポケット入れといてどっか行っちゃったりとか、うん、それを繰り返してもう一生食べたら前歯のこの隙間が埋まらない。小6からやってるんですけど。アホやん、どんだけ、どんだけずっとつけとくやつでいいじゃん、なんか。え、だから それじゃないですよ、今は。前歯埋めたいんでしょ。まあ埋めたいっすね。いっちゃう？ニッパー持ってこようかな。かけるこんな感じじゃないだ。あ、それだ、それだ。好きな笑い、それだ。あ、ここで回収です。すごいね、ちゃんと言ってた。ほら、日がもあんまり持たないお惣菜、はい、系がもうないよね、うん、お菓子系が多いね。いや、ほんとにここら辺はね、まだ日が持つんで、うん、ちょっと今日さすがに無理だから、うん、まだね、こんだけ人数いるんで、ちょくちょく食べてやらせていこう。持ち帰り、うんうんうん、持ち帰り参りってことで。よし、あれですね、持ち帰り、みんなもうお家帰り食べていいから全然。うっしゃ、ありがとうございます。これも嫁ちゃんにちょっと持って帰りたい。お優しい。使える？うん、使えるか。使えるでしょ。ありがたくいただきます。はい、いただきます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあまたセブンで会いましょう。